城之内です。アンチコメント来てますよっていうコメントがあったので、ちょっとまあ見てみたらアンチコメントっぽいのが来ていましたので、いくつかそれを見てみたいなと思います。七七さん、マスクしてる時はそんなイケメンでもないよ。それってあなたの感想ですよね。最強の弁護人さん、ほんまに額返金しようが整形してもろて国が無償でやってくれて知らんのやばいってバカオケやん。なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか。確かに額返金しようって保険は売れると思うんですけど、無償でやってるところは国内ないと思うんですよね。レイムさんだよさん、キモいってやめろお前、イケメンじゃねえよ、生きてる価値ねえよお前。生きてる価値に関するそういうなんかデータってあるんですかね。やっぱり命って尊いものですので、もう生きてる価値ってのは等しくみんなあると思いますよね。朝吉さん、黙ってればブサイクなんだよな。なんだろう、それってただのブサイクですよね。見た動画すべてに米を残す括弧一部除外さん、時の軸が歪んだ瞬間に生まれた小栗旬。時の軸、時の軸って何ですか。時の軸って言葉はちょっと知らないんですけど、知ってる方いたら教えてください。カンさん、3000年後のやつらが骨発掘した時、昔の人間はこんな形してたんだって感じちゃいそう。ああ、これいいコメントですね。3000年って人間の骨は残るんですよね。なので運よく城之内の骨が残ってた場合、そういう人の人間として見られるか、また人間とは別の何かだと勘違いされるか、これは結構ちょっと興味深いですね。キュアおまめさん、中学の時の同級生にめちゃめちゃ似てるんだよな。まあおそらく顎という一要素を捉えて、まあ似てるとおっしゃってるのかもしれないんですけど、結構顎長い人っているんですよね。おそらく確率的には一学年に一人ぐらい顎長い人がいるんじゃないかなと思ってます。卵焼き作るとスクランブルエッグになるさん、チンコやん。僕の動画の上見てるサムネ、これを見ておっしゃってるんですけど、どうやらこれ正しいらしくて、 YouTube さんからちょっと警告が来て、この動画ちょっとダメですよって言われたので、おそらく城之内のこの部分っていうのはそういうことなのかなと思います。はい、というようなコメントが来てますね。世の中にはスパチャとかありますけど、もうそんなの考えずに、もうただ面白いと思った感想とかコメントをねしてくれるのがすごいありがたいので、本当に今日読み上げた皆さんも、読み上げられなかった皆さんも、いろんなコメントを本当にいつもありがとうございます。はい、というわけで城之内チャンネルでした。